どうも、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ129回目になりました、えー。今回はですね、今ご覧になっているボイスブログをやろうと思います。 このボイスブログってね、あの、音声ブログなのか、どうなのか、ちょっとまだね、しっかり見てないので、よくわかんないんですけども、えー、まあ翻訳見ると SEO に強いみたいなことも書かれてますし、えー、グーテンベルグをサポートしてますよ、ということで、えー ちょっと、前回のビズバーグに、何、えー、て言うんですかね、近い形なのかなと。で、前回のね、あのビズバーグに関しては、えー、デモを入れるとトップページが、まあ、あのー、サンプルに近い形になるんですけども、えー いつものようにソースで開いてみると、ちょっと操作しづらいなっていう、ね、くらい、あの、しっかり作り込まれてるっていうね。えー、そんな感じなので、もしかすると、えー、今回もエディターはグルテンベルグを使って、えー、編集しないと、やりづらいのかもわかんないですね。 ということでね、早速、あのー、この最新のワードプレスの中に入れてみようと思います。えー、現在のワードプレスのバージョンは5.2.3です。ということでね、えー、外観からテーマを開いてですね、新規追加。ね、これ、まっすぐ新規追加に行けるといいんですけどね、えー、できないということでね。 最新でね、毎回これ私見てるんですけども、この並びが変わるんですよね。で、まあ、あの、この動画がね、投稿された後、えー、ずっとこう、日にちが経つとですね、これがどん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 下がっていきます。で、これですね、えー、正式にはあの、ボイスブログライトとなります。 ねインストールが完了すると有効かというボタンに変わりますのでね、このボタンをクリックするだけでインストールは簡単に終わります。で、これに近いね、えー、形になるかどうかっていうところをね、あのー、しっかり見ていきたいなと思うんですけども、えー、実際にね、えー、今回は必須プラグインも何もありません。 ということで、必スプラグインもないので、えー、先に固テーマ作っちゃおうと思います。あら。え、これ固テーマなんですか。あ、こっちライ、ライトの方は、あれなんですね。で、えー 本当はこっちなんだよねー。はい、すいません。あのー、正式にはライトかなと思ってたんだけど、えー、ボイスブログとボイスブログライトがどうも違うようで、えー、こちらは定テーマのようです。ということでね、あの、固テーマの紹介も、えー、同時にやってしまったわけなんですけども、えー、こっちと同じように、 する場合は、こっちのソースを流用してカスタマイズするってこともできるわけですよね。こういう場合は。で、えー、こちらでね、えー、こちらがメインの、えー、今回やるボイスブログなので、こちらを、えー、テーマ作成していきたいと思います。はい。あの、作成は簡単でですね、えー、テーマの名前と説明を入れるだけ。ここは自動取得です。 で、あのー、詳しく知りたい方はですね、あのー、動画詳細の中に、えー、ワンクリックチャイルドテーマの入手方法と、えー、説明動画へのリンクを入れております。そちらを参考にしてください。ということでね、えー、早速、この名前をですね、えー、入れてですね、 もうこの辺りはね、えー、もう分かりやすく、えー、誰が見ても、こう、理解できるっていう名前と説明に、えー、するっていうのが、あの、僕のやり方です。はい。あの、そうすることでね、あの、僕は常に触るということを考えてませんので、あの、触れる人が誰が触っても、 これこうなってんだねっていうことが分かりやすくしておくっていうのが、ええー、一番じゃないかなと、えー、僕自身は思ってます。ということでね、えー、このボイスブログチャイルド、えー、ボイスブログのコテーマという、ね、名前と説明を入れて、クリエイトチャイルドというボタンをクリックしますと、簡単にコテーマの作成ができます。で、コテーマの作成ができましたので、 えー、ここからカスタマイズを行っていきます。でね、あのテーマでね、あの一番何が知りたいですかって言うとね、だいたいあの、ロゴのサイズ、ヘッダーのサイズがテーマによってまちまちなんですよね。で、そういったサイズをね、やっぱり事前に知っとかないと、えー、自分で作れない場合、 大抵はね、あの、得意な人にお願いするわけですよね。で、あるいはお金を使ってデザイナーさんにお願いするという形になるので、そういったサイズをね、あの、しっかり、あの、事前に分かるようにも、ちょっとサイトの方でしていきたいなということで、えー、最近やったものに関してはですね、あの、サイズをちゃんと、あの、明記しておくように、あの、心がけております。で、GoPro っていうのはね、Pro はあの、全然、 あの、買うつもりありません。で、ドキュメント、えー、まあ、開いても英語ばっかりなので、もう、あの、ちょっと、一応、目を通すだけ目を通しておいて、えー、スルーします。で、まああの、ここから始まりなんですけども、サイト基本情報っていうのは、えー、まあ、ほとんど、えー、どれも同じでですね、ロゴ、 えー、サイトタイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコンっていうね、えー、それぐらいのことだと思いますけども、えー、まあ今言った通りですね。ねで、えー、このロゴのサイズがテーマによって色々変わります。で、これ 50×50 50っていうのはね、結構大変ですね。ね あのー、さすがにね、このサイズは、今までで一番小さいんじゃないですかね。えー、ちょっとね、これ、す、あのー、画像がないので、スルーします。はい。あの、このサイズはさすがにないです。で、最、え、大、ー、ンこちらはですね、えー、どのテーマでも、えー、さっきと逆で、 どのテーマを使ってもサイズは一緒っていうね。あの、512ピクセルの正方形ってあの、決まってます。はい。これはね、あの、ブラウザのあの、端っこに表示するやつなので、えー、サイズがコロコロ変わると、やっぱり困るんですよね。ね。で、あのー、サイトアイコンをここで登録しますと、あのー、ファビコンの登録とかってあっても、 あの、無視していただいて結構です。あの、ここで登録したものをね、まとまた違うものに変更する必要はないと思いますのでね。ね、あの、変更が終了すると、こちらのテーマオプションっていう風に入っています。で、えー、まずはブログポストセクション。で、まああの、ここね、えー、英語ばっかりでちょっとわかりにくいかなって思いますけど、 えー、ディスプレイブログポスト、ねえー。これがどこのことを指しているのかっていうことになってくると思うんですけども。えー、カテゴリー、日付、コメント、タグ、リードモア。で、えー、これはアイキャッチ画像のことですね。 で、ディスプレイタイプ、ツーカラムタイプ、他には、えー、リストタイプ、えー、どちらかを選べるみたいですね。まあ、2列の、えー、グリッドタイプなのか、えー、リストタイプなのかっていうところですね。で、このリードモアっていうのはね、あの、もっと読むに、本当は変えたいなぁ。 っって思って思ますで、このブログポストっていうところがですね、えー、まあ、これ、記事一覧でもよろしくないですか日本語にしたいな、みたいな、ね、そういうところがあったりします。かっこいいかもわかんないですけどね。アルファベットでやるとね。 で、えー、フッターセクションですね。えー、ディスプレイサイトタイトルアートフッター。ね。えー、ディスプレイタイトル、えー、とサイトタイトルが、えー、フッターに表示されますということで。で、こちらが、えー、ソーシャルリンクセクション。ね。えー、Facebook、Twitter、YouTube、Pinterest が選ばれております。 えー、タイトルソーシャルリンクアートサイドバー。えー、サイドバーに表示するのはステイコネクテ n e つながってねっていう意味なんでしょうね。ねあのー、この辺はね、えーと、チェックを入れて、えー、入れておいた方がいいと思いますね。つながってねっていうのは、えー 日本語では、フォローお願いしますみたいな感じじゃないですかね。はい。で、エナブルソーシャルリンクアットボタンね、えー。これも結構入れておいて。あとね、この辺はね、あのー、こういうね、あのー、 自分がやってる理想を持ってると、ま、のこういうテーマをこうね、コロコロ変えたいときに、えー、設定変更で、えー、あっち見たりこっち見たりってする必要なくなるので、えー、すごく便利ですよね、えー。テキストだとね、あと何がいいかっていうと、 あの、どのパソコンでもあの、開けるんですよね。で、これ Mac に持って行っても、テキストだったらあのー、なんだかんだする必要ないですから、はい。あの、その辺がね、あのー、決定的に違うところです。 あの見ていただいててねあの、何が決定的に違うのかっていうのを、ね、あのこう知っていただけるとねあの、まただいぶ変わってくると思うんですね。でこういう風うに出てきてます。はい。で、えー、フッターにもこういう風うに出てきてます、えー。サイドバーにはどこに出てくるのかなあフォローお願いしますってこういう風うに。えー サイドバーの上の方に出てくるってことですね。えー、だいたい一番最初にあの検索ボックス出してるんですけど、えー、後でまたあの実際のページで確認してみるのもいいかなと思ってるんですけども、えー、こちらがそうなんですけど、えー、こういうあの2017の一番初期の、えー、状態です。こういう感じです。 これが、えー、どう変わるか更新してみましょう。はい、更新してみると、このように変わりました。でえー、なんか、これはこれでね、えー、いい感じじゃないですか。で、こちら、ここがね、サイドバーで、えー、こういう形で、 ちょっとオシャレな感じですよね。あの、この、ね、タイトルの枠とかですね。えー、この、検索ボックスとかね。えー、ちょっとサイズが小さいのかなと思ったりもしますけどね。えー、こんな感じで出ております。で、このボタンなんかも、ちょっとちょっとオシャレじゃないかなと思ったりもしてるんですけども。はい。 ま、これはこれで、なんか、いいかなって思ってるんですけど、えー、皆さん的にはど,どう映ってますかっていう感じで。で、まあ、あの、これがソーシャルリンク入ってね。えー、なんかね、ソーシャルリンクの使い方もね、あのー、なんというか、いい感じかなって思ってるんですけど、 で、あとですね、えーえー、ディスプレイサイドバーアットエブリーポスト、えー。ディスプレイサイドバーアットエブリーページ、ねえー。これはどういう意味なのかなって今考えてるんですよねで。ディスプレイアバウト。えー、アバウトに、えー、ライトアバウト。 ね、この辺がね、えー、ちょっとどうした設定になってるのかなっていうのを入れたり消したりしながら、えー、ちょっと見てみないとわかんないなっていうところですね。はい。まあ、これをちょっと 表示して、えー、公開して、ここで見てみるとですね、どのような形になるのかなっていうのが、えー、非常に気になるところなんですけども、一番上に出てくるんですよね。で、あのー、画像は正方形に近いものが、 えー、選ばれてるような感じです。で、これに、えー、リンクにはなってないみたいなので、あのー、こう、プロフィールへの誘導にはいいかもわかんないですよね。はい。ということでね、えー、ここは、あのー、 例えば、アバウトっていうことなので、クマハチラボについてっていうことですよね。で、ここをちょっと消した状態で、えー、画像をこちらから選択するんですけども、まあ、できれば正方形に近いものがいいんですけど、 何かあるかなと思ってですね、えー。今ちょっと検索してるところなんですけども。えー、一番近いものが入ってないので。まあ、これをちょっと入れてみて。はい。 公開してみようかなとすると、えー、これがどう変わりましたでしょうかということで、はい、こういう感じですねはい。 で、リンクになってないのでね、これはね、あの、表示した方が、まあまあ、あの、信頼していただけやすいんじゃないでしょうか、というふうに思っております。はい。で、まあ、ここがね、あの、こう、表題になっているところで、ここが補足メッセージですね。はい。 まあ多分ね、あの、この画像の下にこの神戸のウェブ屋ですって書いたところがね、えー、表示されると思うんですけども。このあたりのね、えー、サイドバーの操作は、まあ、あの この辺ぐらいで、えー、いいかなとは思ってるんですけども、えー、トップページとね、あのー、こういう投稿ページでちょっと違う時があるので、一応確認しときたいなと思うんですけども、 あのー、ここでね、ちょっと、えーって思ったのところはですね、あのー、ここにオーナーがこれ、リンクで入ってて、メールアドレスまで表示されてるんですよね。うん、この部分はちょっと削除したいなと思いますね。はい、関連ポストの上にね。えーまあ、正直、あのー そこまでしなくていいだろうっていう感覚ですね。で、このあたりはね、あのー、スッキリしていい感じだと思うんですよね。で、まあ、タイトルに関してはね、なんかもうちょっと装飾してくんないっていうところはちょっと、うん、欲かなと思ったりしますけどね。ええー。ということでね、このサイドバーセクションっていうのを一回ちょっと出てみようと思います。で、 シングルページセクション。シングルページっていうことは投稿の記事のことですよね。で、えー、ここで簡単に外せるみたいですよね。えー、ディスプレイオーナーセクションいりません、えー。ディスプレイアバターいりません。E メールいらないです。まあ、あのー、 選べるのかも分かんないですけどね。はい。なので、まあ、えー、ディスプレイリレイティッドポスト、えー、これだけは残しておきたいなと思うところでございます。はい。あの、それ以外は、えー、まあ、僕の場合、えー、必要ないなと思って。 ま、ここでね、設定するだけで、ええー、まあ、さっきチラッと見たところですね、ええー、他に、まあ、オーナーリンクが表示される場所がなく、なくなったようなっていう感じです。はい、消えましたね。ええ、あの、リレーテルポストは欲しいけど、えー 他のところはなくてもいいかな。っていうのが私の本音だったので。まあ、これでね、えー、もうほぼ完成でもいいかなって思ってるんですけど、まあ、ここね、あのー、こう、自分をもっと売り込みたい方は、えー、オーナーリンクが出ないように気をつけて、多分このオーナーセクションっていうのを外せば、アバターぐらいだったら、えー、リンクにならないので、 いいのかなと思ったりしますけどね。で、えー、ゼネラルセッティングセクション。はい、リードモア。ここはですね、えー、もっと読む。で、えー、クローズ。これは閉じるですね。で、えー フルビューヒア、えー。これはどこで出てる部分かなっていうのがちょっとわからないときは一旦スルーするのもありだと思いますね。えー、まあ、あとポップアップって出てるので、ポップアップが出ないとちょっとわかんねえよなっていう感じですかね。はい。で、とりあえずちょっと公開します。 ここまでがね、テーマオプションズになってます。で、あとね、だーっとこうあって、ヘッダー画像。えー、1200の636、えー。昔の Facebook の OGP 画像に、えー、近い感じですね。ということで、えー、それをちょっとなんか作ってみようかなと。 思います。ここの部分ですね。まあ、ああの、ヘッダーがあってね、1枚だけっていうのはちょっとシンプルでいいかもわかんないですね。はい。はい。えー、実際ね、<laughs> えっと、こうやって入れてみて、えー、まあ、ああの、文字を見ながら、えー、どうなのかなっていう部分を見てるんですけども、えー、 やっぱりちょっと画像を考えないと、この文字のかぶりの部分が、うーん、どうなのかなっていう部分ですね。で、ここでね、あの、気をつけていただきたい点を一つ、あの、言っておきますと、皆さんが見てる、えー、画面が、必ずしも皆一緒とは限らないですよね。で、 パソコンの場合だと、えー、横幅が1280もあれば、えー、1366っていうのもあって、あと1440、1920、えー、2520っていうのがあったりするんですよね。で、そういった場合に必ずしも同じように、えー、この位置が表示されるとは限らないので、えー、比率をしっかり 計算しないと、なかなか、こう、合うものが足しづらい可能性があります。はい。あの、その辺だけね、あの、気をつけていただけたらと思います。あの、この画面で見たときにっていう一つの画面だけを見て合わせてしまうと、あの、そういった画面の違いによって、 えー、合わないことがあるっていうことを頭の中に入れておいていただければと思います。ということでね、変更したので一応公開しておきますね。はい。あの、デフォルトのままよりは、まあまあいいでしょうっていう感じで。で、背景画像とかはね、あのー、スルーします。で、メニュー。 えー、メニューの位置がどのぐらいあるのかなっていうのを確認したいんですが、えー、プライマリーしかないので、えー、ここはそのままですね。で、えー、ウィジェットですね。ウィジェット結構あるんですね。えー、サイドナビバーとかね、えー、フッターサイドバー3、3何があるのか で、レイアウトエリア1、2、3ね。えー、フロントページレイアウト。えー、これちょっと面白いかもわかんないですね。ウィジェットのページをね、ちょっとしっかり見てみたいなと思います。で、ホームページ設定はこれでいい,いいと思うんですけども、えー、追加スタイルシートはとりあえずガラガラのままでいいと思います。 ということで、ね、ここまでがカスタマイザーで設定する部分ですね。これなんか初心者でもやりやすそうだなぁ。なんか、そんな、そんな感じがします。ただね、あの、ボイスブログっていうんだからね、あの、音声入れれるとこなかったのかなーって思うんですけどね。<laughs> ダメですかねー。ええー、ウィジェット。 ウィジェットがですね、えー、通常サイドバーがここですね、えー。私これ3つしか出してないんですけどね。で、えー、フロントページレイアウトエリア123とあるんですね。で、えー、まあこれフロントページに、えー、いろいろ入れる部分があるんですが、 えー、ここで、えー、使えるウィジェットがですね、あまり追加されてない感じですね。で、ベ、えー、ルトスタイルフォー,、えー、マルチプルポストバーナー、ね。えー こういうのが追加できたりするんですけども、バナーはあまりちょっと使おうとは思ってないんですね。あの、僕の場合ですね。はい。で、えー、フッターサイドバー1,2,3、えーえー。なぜかサイドナビバーが、えー、ここに、 あの、フッターサイドバーの、えー、中に割って入ってるんですよね。で、こういったところがどうなのって思うんですね。で、あのー、今回、えー、いつもやってるよりは、えー、あのこのウィジェットの数少ないと思いません。はい。あの、実はですね、あのー、 ここを見ていただきますと、ジェットパック有効になってないんですね。はい。あのー、これジェットパック有効にすると、あのー、ここに追加できるものが増えるんです。ということでね、えー、ここからちょっとジェットパックの有効にするところをですね、えー、少し入れようかなと思うんですけども、 ちょっと待ってくださいね。はい。えー、ジェットバックで、す、え、べ、ー、て、えー、お見せするわけにはいかないので、というのもね、えー、ID を入れたり、えー、そういうのが分かったりするところがどうしても出てしまうので、えー、そこはちょっとお見せできないので、有効化した後の部分からね、えー、この、ちょうど今、 ジェットバックの設定を開いて、執筆というタブを開いているところなんですよね。で、えー、まあ、画像をね、カロセルギャラリーで表示できるようにするチェックをオンにしたりね、えー、いろいろ、えー、やってるんですけども、まあ、あとカスタム投稿タイプを有効にしたりとかですね、えー、推薦文ポートフォリオとかですね。 で、あとね、えー、このモバイルに関してはね、えー、私一切触りません。あの、というのは、私が使うのは、あの、レスポンシブテーマでないものを扱いたくないので、えー、このワードプレステーマシリーズなんかも、レスポンシブでないテーマを扱ったっていう記憶は一切ないんですよね。 ということなので、えー、まあ、ここはスルーします。わざわざあのー、ね、レスポンシブのものをモバイル用テーマとかって言って、えどの子のする必要性を感じないものですから。で、ここにウィジェットっていうのがあるんです。で、ここにね、チェックを入れますと、ウィジェットが劇的に増えるんです。 あの、さっきのウィジェットの数と比べていただきたいんですけど、えー、ここからウィジェットにいきなり行っちゃいます。はい。えー、アキスネットウィジェットとかね、えー、クッキーと同意バナーとか、えー、Facebook ページプラグインとか、こういったものがすごく増えてるんですよね。 で、えー、まあ、こういうところにね、えー、こういう感じで、えー、ドラッグすることで簡単に挿入が可能です。で、位置的にね、あの、ドラッグできないときはね、あの、ボタンによる追加ができるんですよね。はい。で、えー、Facebook のね、ページプラグインをあの入れるときに、 えー、私が気をつけてる。あくまで私がですよ。はい。あのー、こうね、えー、人によってそれはもったいないだろうっていう考え方の方もいらっしゃいますので、えー、ここのストリームの表示は必ずチェックを入れます。で、顔写真を表示。これ、いいねをしてくれた方の顔写真が出ます。ここを外します。 というものでですね、いいねをしてくれた方が全員顔出していいよっていう、あのー、ね、承諾をいただいてるわけじゃないので、あのー、私の顔が出てるっていうふうに、えー、言われて、その部分だけ消してくださいって言われても、消せないんですよね。はい。あのー、全員の方を消さないと。そういう理由で、 あの、私は、えー、今、非表示してて、えー、僕のサイトだたいね、こうやって作っていってるので、デモを作ってるので、え、200サイトぐらい今あります。あの、まだね、手が届いてない部分もあると思うのですが、新しく作るものと、えー、対応が終わってるものに関しては、えー、顔写真の表示がなくなってます。はい。あの、やはりですね、 えー、Facebook ユーザーとのつながりによって、えー、顔写真が表示されたりする仕組みになっているものですから、誰が見たときに誰が出るっていうことが、えー、僕の方で把握ができません。あの、僕が見るときと、僕の友達が見るときあの、出てくる顔が違うんですよね。そういったこともあってですね、えー、まあ、一切ちょっと表示しなければ、えー、 私の顔が出てるからそれやめてって言われることが、えー、一切ないと、えー。そういうことでございます。はい。ということでね、これで保存すると、えー、フッターの、えー、サイドバー1っていうのは多分一番フッターの左だと思うんですけど、そこに、えー、表示がされますよと。で、えぇ、ー、2、えぇ、ー、Twitter はドラッグできるところに出てくるな え、出てこないですね。ドラッグできないですね。ここからはね。えー、こういう場合は、こういう風にして、えー、スターサイドバー2をここでクリックしといて、えー、ウィジェットの追加というボタンが出てきますので、えー、これをクリックすると、ここに入ります。はい。で、高さをね、えー、さっき Facebook が600ってしたので、えー、ここで高さを合わせます。 はい。毎回あの、入力してるので、<laughs> 勝手にブラウザーが覚えてるんですけど、これで皆さん、あの、私のアカウントが分かったと思うので、フォローの方は、あの、ぜひともよろしくお願いいたします、ということでね。えー、これで保存すると、Twitter の、えー、ストリームも、えー、表示されます。で、えー、3の中にね、何を入れましょうか、というところなんですが、 まず入れておきたいのはですね。えー、まあ僕の場合ですよ、えー。まずナビゲーションなんですね。で、えー、関連サイトとして、えーえー、わざとね、こういうメニューを作ってるんです。 わざとこういうメニューを作っております。で、えぇ、ー、フロントします。で、もう一つはね、あの、ジェットパック使う以上、えぇ、ー、wordpress.com にアカウントがあるってことなんですよね。で、えー、そういう場合に、えー、あれもっと下だったよね。 道具構造がないのでこれがねいつもうざいですねこっちの設定がちょっと足りないかもわかんないですね ディスカッションかな、えー、ディスカッションとかでね、えー、こういったあのこう、ソーシャルのアカウントを使ってコメントを打てる設定をし得くとかですね。えー、この購読ですね。購読がないと必要ないので、えー、ウィジェットが表示されないんですよね。 で、これで、えー、戻ると、公、えー、読っていうのが出てるはずなんですけど。はい、出ていました。えー、さっき統計情報のと,と,ところの下はですね、えー、違うものが表示されてたんですけども、えー、ここで、えー、3の下に、えー、表示します。 これでね、確認すると、それなりに、えー、揃うんじゃないかなと思います。えー、今こんな状態なので、どう変わるか見ておいてください。はい、こういう形にね、えー、フターが変わりました。 まあ、あの、大体、あの、数が合ってると思うので、えー、こういう形で表示すると、まあまあ、それなりに見れる形になるんじゃないでしょうか。で、あと、いずれとね、えっ、ー、と、フロントページがね、どのように表示されるのかとか、えー、そういった部分もね、えー まあ最悪、このジェットパックの機能をあの使って、えー、できなくてもですね、あのー、HTML でできるので、あのー、そういった部分をどのように使っていってカスタマイズするかによって、えー、オンリーワンのカスタマイズができるんじゃないかなと思っています。で、あとですね、えー ま、初心者の方はですね、特にあの、プラグインに頼るっていうことも一つの方法だと思います。で、えー、僕はエディターで tini-mce っていうね、あの、こういう tini-mce-advanced っていうね、あの、プラグインを使うことをすごく推奨してます。あの、ビジュアルエディターであっても、えー、グルーテンベルグのエディターであっても、えー テキストエディターであっても、あの、ちゃんとサポートしてくれてます。で、えー、これを使ってると、えー、サイドバーでも使えるように、ブラックスタジオ TDMC ウィジェットというものがあるんですね。で、えー、ウィジェットの中で使えるものですから、これを使ってカスタマイズするっていうことも、えー、一つの方法です。で、あとはですね、あのー、 エレメンターなどのページビルダーを使うことで、えー、かっこよく、あのー、カスタマイズすることが可能になっていくんじゃないでしょうか。ということでね、えー、今回はこのボイスブログというものを私紹介させていただいたんですけども、こう、セキュリティ的に言いますと、まあ正直あのー、なんて言うんでしょう。あのー、初心者の方でも、 安心して使っていただけそうなテーマじゃないかなと私個人的には思っております。やはりですね、あのー、オーナーリンクが見えると、ワードプレス ID が丸見えになるので、あのー、総当たり攻撃とか仕掛けられたりしてね、えー、その突破された時に大変なことになります。乗っ取り。 えー、サイト改ざん。そういったことにつながっていくので、えー、まあそういった危険性が少しでも少ないテーマが一番、えー、初心者の方は安心できるんじゃないかなと思います。まあ、100%じゃないにしてもね、えー、少しでもそういうリスクを減らすっていうことも、えー、僕は大事なことだと思ってますので、そういったことを考えるとね、このテーマは、あのー、表示しても、 自分の意志で消すことが簡単にできるので、そういった意味ではね、あの、安心して使っていただけるんじゃないでしょうか。であと、この辺のね、カスタマイズに関してはね、あの、これこういうふうにカスタマイズしてくださいとか、えー、そういった部分でお金を使うっていうのね、ありじゃないでしょうかね。はい。ただ、ボイスブログって言いながら、えー 音声の登録はできなかったので <laughs>、その辺がちょっとがっくりしてる部分はあるんですけども、まあ、あの、いきなりページ見たときにね音声が出てくるとあのびっくりされるだろうから、まあまあ、あの、どういうものなのか、ね、あなたの声を伝えるブログなんですよっていう意味でのボイスブログテーマだったのかなって思ってます。はい。ということで、 また次のテーマでもお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。えー、ズームサポート、えー、レンタルサーバーの 初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。Wordpress の最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、Wordpress の最新情報が動画でわかる Wordpress で自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。